ちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています、橋本歯科橋本です。こちらは、左の下、の歯になりますが、歯と歯の間ですね、こちらが虫歯になっています。でミラーで反射させて真上から見ている状態です。レントゲンの審査の結果、神経に非常に近いわけです。そして通常通りこれを虫歯治療と考えると教科書的になりますが、麻酔をし虫歯を取り、そしてその確認のために赤い染色液で染め、そしてそれが取れるまで削って除去していきます。そうすると神経に達するわけですが、そうすると神経に達した時に神経を取る先生、あるいは神経を残すように努力する先生の2通りがあると思います。つまりどちらも共通しているのは、虫歯をすべて取らなければダメだという共通の概念です。これだけ歯がまだ残っているわけです。そして一部私がエナメリスを除去し、そして今中の状態を見えるところまで削った状態です。すべてこれを削っていくと、ここまで穴を開け、そして根幹の中に到達するまではここからまっすぐなわけですから、ここまで削る必要があるわけです。つまり中がほとんどなくなる状態になるわけです。皆さんが歯がなくなる原因は歯が削られるからです。自然に取れたわけではなく、歯が削られ、そしてそこに人工物を詰め、そしてそれが取れてまた再治療、それを何回か繰り返すことにより、これはもうダメですねと言われて抜歯されるわけです。ですから虫歯をすべて取ることがいいかどうかということも、もう一度見直す必要があるのではないでしょうか。いろいろ勉強しましたけども、結局ですね、今までの考えでやることによって歯がなくなるという事実です。論文、学会、その他いろいろなものがありますが、それがもし正しければ、虫歯が再発することはなく、皆さんが快適に歯が残っているわけで、そうするとインプラントもなくなり、入れ歯もなくなり、ブリッジもなくなるわけです。でも未だに、それが溢れているということは何かおかしいのではないでしょうか。確かに歯の穴が開いてしまった場合、これは自然治癒は望めません。しかし虫歯をどこまで取るか、それを取ることによって細菌をゼロにするということが目的ですが、それが果たしていいのかどうかということの問題です。しっかりやはり防ぐ必要がありますから、その材料も必要なわけです。そして私は麻酔をせずに、痛いところは残し、ある程度虫歯を全部取らずに、保存してあげるということも必要ではないでしょうか。手を切った時にその中の傷、汚れ、細菌をえぐり取って縫う先生はいないわけです。消毒し縫うことによって密閉され、そして生体の免疫反応により治癒していくわけです。全部削り取る医療はないのではないでしょうか。歯科では全部悪です。虫歯菌がばい菌です。そしてこのように丁寧に除去していきます。ミラーで反射させて周りの歯とかを傷つけず、ちょっと画面上見づらくて申し訳ないのですが、そのような話を初心の時に行い、どこまで取ることが必要なのか、そしてそのことによって起こるリスクも説明いたします。最大限削らない、最大限残すということは、やはり麻酔をしないことが一番です。なぜならその削る量、それを決めるのは患者さんの痛みだからです。見た目でやるとこの場合はほとんど歯がなくなってしまいますし、顕微鏡でやろうが何でやろうが、やはりその考えによって歯がなくなっていくということです。顕微鏡が歯を守ってくるのではありません。その先生の考え一つです。そしてそれが患者さんとの考えと合っているかが一番重要なわけです。ここの部分は象牙歯ですから、これを削っていけばいくほど神経に穴が開く確率があるわけです。あとは症状があるかどうか、そのようなことも考え考慮に入れ、カウンセリング説明、そして治療に入っていきます。しっかりと自分の歯に向き合い考えることが必要なのではないでしょうか。橋本歯科は1日2名か1名の診療の時間を取り、しっかりとご説明します。今コロナウイルスの感染により、密接などは避けた方がいいということなので、歯科治療はすでに密接
になりますし、視界自体は密閉になります。そしてたくさんの患者さんを見れば感染のリスクは高くなります。ですから今オンライン診療というのを始めておりますので、相談だけでも十分、診療という概念に入りますので、しっかりと説明し、安心して今の時期を乗り越えていただきたいと思います。オンライン診療に関しては、電話にてお問い合わせいただければと思います。費用および、申し込み方法などをご説明したいと思います。